干物屋閉めます。また、はい、3、2、1。こんにちは、小手山兄弟の瀬谷です。小手山兄弟の高台です。さて、今日はですね、やってきましたよ。やってきました内見です。でで ん, で ん, で, でんじゃあここはどこ。ここは新宿御苑です。不動産の方が、まあ、募集出してないけどここならなんか君たちいい感じにできるんじゃないっていうので別枠でね、ご紹介いただいたところなんで期待して見てみましょう。いきます。1階で歯医者やってて、なんか2階で住んでたって言ってましたね。めちゃめちゃ年季入ってますね。いい感じじゃない。めっちゃいい感じですね。これすごいね。戸建てだし、戸建て。うわすげえ。匂い匂い。しかも歯医者さんの匂いする。めっちゃ歯医者さんの匂いする。めっちゃ歯医者さんの匂いする。なるほど。ちょっと一旦電気つけるわ。なるほどですね。すなるほどですね。これって何？これだから受付じゃないですか。撮影やろ。こんにちは、小手山でーす。はい、これカルテ書いてください。っていうことやろ。保険証出してくださいね。残ってんじゃん。そのままやん。当時のが。すごいな、朝7時半からって。早くない？早っ。めちゃくちゃ変えた感あるけどな。変えましたね、これ。6時まで、6時まで、4時まで、4時まで休んだな。ちょっと時短してるね。ここにバーカンがバーンってあって、まあでもあんまり席取れんな。でも言うてそうね、そんなに取れんよ。やっぱりこれ残念やけど、これは排除します。8人じゃないカウンター。8人カウンターいける。8人カウンター。あ、テイクアウトか。うん、これなんかそのままいけそうよね。やばいね、これ。面白くない？こうやってバーンって、このままさ、どどーっつって。コーヒー。コーヒーなり、お弁当なりね。テイクアウト用の豆。ちょっと赤い照らしながら。ちょっと待って。なんかここ、めっちゃいいやん。何？なんかスペースありますね。何この小部屋。これ何用で使っとったやろ？ほんとだ。茶室？茶会できるやん。一対一の茶会できるやん。歯医者で？何スペースやろね。ね、なんやろうね。不思議やろ。いやー、ちょっと面白いぞ。不思議。あ、台所か。まあ、そうね。まあね、キッチンいいやろな。キッチン。なんかガスとかが多分通るっていうのが、ここにキッチンを置かないという。まあでも、これは使えんから。使えん。まあ、これは撤去して。まあ、だから絶対、ぶち、ぶち抜きやろな。ぶち抜かないとね。おっと、トイレね。おー、ですよね。期待通り、まあ、期待通りですね。そうですよね。久々見たの。そうだよな。全部変えないといけないですね、もうね。ちょっと、庭？あー、庭ね。おー、結構広いね。広い。あ、すげえ。あ、ここも敷地？敷地。ただ、あれですね。あの、ちょっと油の匂いが。うん。多分、こんなに洋食屋さんで、油の匂いがあるので、まあ、まあ、席にはできないじゃないか。ここだけはもう、ね、すごい結構強いね、匂い。急ですね。階段怖いな。なんかさ、うちさ階段急よね。
あのさ、広さいなサロンめっちゃ階段級。広さいなサロン級やもん。うわ、ほんとだ。暗い。おーおーおー。ほう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 。すごいね、ハサミが。暗い。すごいね。あら。え、ほうほう。すごいね。ほい、ほい、はい、はい。まあでもさ、そうね。いや、着物かけるカフェ&バーでしょ。うん。カフェバー下でしょ。着物合うやん。めちゃめちゃいいやん。うん。いや、ちょっとマジでいい。ね、マジで結構広いね。10畳ぐらいかな。そうね、全部で17坪か。うん、下上合わせてね。8.5 坪、8.5 坪の17坪ぐらいね。うん。いや、なんかちょっとそれ聞いた時さ、ちょっと狭いんじゃないかみたいな話しちゃったやん。うん、もしかしたら。うん、うん。まあ、でもね、分ければね、うん、こうやって分けると、飲食と着物っていうので分けれるから、ちょっとまあ、見やすいよね。ああ、いや、いいよ、いいよ、いいよ。着物スペースやろうな。うん、着物は置くね。物販というか、アクセサリーを置いて、洋服を置いて、うん、もうフルリノベみたいな感じになるよね。フルですね。築何十、40? 43年って言ったかな。おー、いいね、いい年金もあるから。でもさ、43年にしては結構使い古したよね。結構激しめに住んだよ。すごい、そんな43年こんななるか。毎日パーティー。毎日パーティーしちゃったな、あの、鹿のおっちゃんは。あ、またバルコニーですか。すごいね。わ、収納も。収納。おー、広いですね。あ、広いですね。バーベキューできるやん。バーベキュー。そこはできんやろ。使い方むずいな。ちょっと、マジでいろいろ考えんと。むずい。まあ、いろいろ考えんとなっていうか、まあ、ちょっと待って、落ち着け。ここにする方向、うん、なんかおった？あ、ありますね。いや、アムロシカですね、これは。絶対にアムロシカだ。まあそうだよな、絶対アムロシカ。まあそうだよね、アムロシカですよ。でもさ、このレぐらい古くてさ、2階建てでしょ、うんうん、すっげえお金かかるぞ、これ。だってほら、スケルトンでもないもん。あの、壊すところから自分たちでやらんといけんから。そうね。全然、壊しやろね。いや、これ現実的じゃないぞ。むずい。面白そうです。ちょっと一旦下行ってさ、どうなるかさ、ちょっとイメージしよう。いや、めちゃめちゃ想像つく。ここでやる感じっていうか、ね、そのうちのコンセプトというかイメージとかにめちゃめちゃ合う。合う合う合う。だってこれはさ、フルリノベーションしてちょっとおしゃれな感じにして、うん、で着物着てカフェ&バーでしょ。めっちゃいいと思う。でガラス張りでしょ。ガラス張って中見えるでしょ。見えるようにする。バーカンでこうやってここで着物着てる人がお酒作って、うん、なやってんだよ。いや、ハンドドリップ入れたりとかね。うん、コーヒーも入れるし。いや、あるよ、絶対あるよ。いや、こういうこれしませんか。したくなるよね、うん、いや、ちょっとマジでありか。いや、ただあと一つは、あと家賃が、うん、まあまあまあ40万なんですよね。はい、引き続き皆様よろしくお願いいたします。お願いします。お疲れ。お疲れ様です。マジで店やんだ。店やりますね。やりたいですね。もう決定？やることはもう決定ですね。あとはだから物件ですよね。まあこういう今コロナの状況なんで、まあ、僕らもまあちっちゃい会社ですごい体力があるわけじゃないんで、コロナの影響とかもあったりするんで。こうだよな、京都のエルメスみたいにしたいって。そうそうなんですよね。結構広大って昔からされて、なんか理想は高いの、いつもね。理想、そうですね、理想高いですよね。ちゃんとなんか本気でカッコつけてるので、やっぱりそれだったらね、こんなんがいいとかはね、理想は高くなりますよね、うん、その予算とかの管理はせいやがやるの？まあ基本的には僕がやりますね。数字回りは僕がやります。あ、そうなんだ。はい。いくらぐらい想定してんの？いや、理想はやっぱり30以内とかに収めたいですよね。30万。
これぐらい離れるともうちょっと押さえていかないとちょっと怖いなっていう、なるべくちょっとランニングコストちょっと下げたいなっていうのはあるけど、まあ、下がんなくてもやりたいぐらいの感じではあるよね、この感じ。いや楽しいか、面白そう。楽しいね、めちゃめちゃワクワクはするな。うん、ワクワクはするね。俺らの行動指針の一つ、ワクワクするかしないかで判断、間違いない。意見がさ、ちょっとこう食い違ったりとかさ、はい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 、いつも揉めたりしたこともあるだろうけど、うん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 、そういう時でどうやって答えを出してるの？答え出す時はやっぱりなんか僕らの、ビジョンって、まあ、めちゃめちゃ抽象的なビジョンが一つあって、あの今のこの世の中ってめっちゃ面白いと思うんですけど、それをもっと面白くするっていうのが僕らのビジョンであって、でその中でやっぱり決定する理念というか、そういうのが僕らがワクワクすることっていうのをすごく第一に考えてて、でやっぱり意見が割れてじゃあどうしようってなった時に、それってどっちがワクワクするのっていうところで最終的には答えを出してますね。ワクワクする、これはワクワクするです。であと想像つく、なんかね、完成図は想像できんけど、完成した後の、うんうん、なんかめちゃくちゃ楽しくやれてる感じが想像できる。うんうんうん、わかる、それはわかる。そっか、え、ここにしようぜ。ここにしようぜ。いや、マジでいいと思う。うん、うん、そうしよう、オッケーオッケー、うん、そうしよう。もう決まり？決めよう、決めやろう。うん、1件目でこれがいいと思う、うん、これもそれがいいと思う、いいと思う。で、あとはもうこれが正解になるように頑張ろう。内装、まあ、内装どうせなるよ、内装ヒーマーとかで、これもみたいな、なんかもうここにするみたいですね。ここにするみたいです。ここにする。本当ですか？お店の名前っていうのがあります。イオンホコールで、ホコール CA で、あ、はい、はい。はい、ありがとうございます。で、1階で行くと、はい、1階の裏口。はい、裏口。へぇー。いいよーとか。本当に。死んでる。はい、